くしゃみの瞬間、誰が一番イケメンか選手権。どうも、名称のハリキです。ライトです。のせです。です。はい、花粉の季節も終わり、くしゃみの季節が終わりました。間違いない。終わってしまいましたね。終わったのか？終わってます。うん。でまあ、くしゃみをするときっていうのは大体ね、まあ、人間が普段自分が出せない勢いの空気を出すので、まあ、顔が大体こううわってなるんですよ。家ならいいんですけど、電車とかそういう公共の場でくしゃみをするときにね、まあ、人間っていうのはなるべく自分の外見をよく見せたいもんなんで、くしゃみするときもその人様に見せていいような顔をした方がいいんですよ。なるほど。まあ、今年は花粉終わっちゃったんですけど、まあ、来年の春のために役立ててもらえばいいなということで、今回はね、練習したいと思います。くしゃみを練習と、違います、くしゃみをする時の顔を練習。そうです。というわけで今回はくしゃみの瞬間、誰が一番イケメンなの選手権です。じゃあやだ。ではですね、このお高いティッシュで、くしゃみをしていこうと思います。まあ、おなじみの方法で。こいつっちゃいや俺出ないんだよね。どうなっちゃうの。誰かやって、誰か俺を変えて。よし、もっち手を押さえるんだ。はい、手を後ろ。よし。いきます。当たらないんだ。汚ねえな、お前は。痛い。安いティッシュじゃないとできない。安いティッシュあったよ。安いティッシュあった。やばい、やつや。うわっはぁ、うわっはぁ、うわっはぁ、ちょ、助けて。2番手、やっていきたいと思います。こんなのね、ちゃちゃってやって、ちゃちゃってやって、プシャンってやって終わりにすればいいんだよ。くしゃみはかっこよくした方がモテるでしょ。そんなことない。いきます。あーやばい、うざい、うざい、うざい。あーもう来ない。なんかただくすぐったいだけ。頑張っていきます。お手本を一発で出します。一発で。あくびでだ。やばい、涙がすごい。あー、待った。あー完全にいなくなった今。あーいなくなった。待って、まだ、待って、待って、まだワンチャンある、ワンチャンある。待って、まだ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 ワンチャンある、まだワンチャンある。あー今出そう、今出そう、今出そう。おい、俺が見せてやるよ。俺が最速でくしゃみ出してやる。すいませんね、ちょっとティッシュ使っても出ないんで手使いますけど。ああもうすぐ来るからね。ここ来ると出なくなるんだよ。なんか出ないんだって。本当に出ないやん。出る、出る、もう出る。どう？完璧じゃない。よし、来い、みんな来い。発表会だ。完璧だぞ。おお、来てる。めっちゃすかしてる、めっちゃ。どうですかこれは。いやー、とりあえず基準として。あーめっちゃ大事だ。多分胡椒効いた今最後の。おーい、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 
ざけんなよ。痛い。でも割と普通じゃない？つまんないな。でも俺だよ、俺らだけだ。俺ら行く。おやったー。よし。やったー。やったー。終わったー。やったー。見るぞー。はい、見まーす。うい。タップ。お、来た。来た。ということで、まあ、エントリーナンバー1から3の中から一番かっこよかったと思うくしゃみの瞬間をコメント欄でお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。